セリーグヤクルト1から 3DNA、2024年4月12日横浜。ヤクルトの村上宗隆内野手、24、が12日、4番、3塁、で DNA 戦に先発出場。3打数無安打に終わった。写真、D や、ベンチで渋い顔の高津監督。2市1塁で迎えた初回の第1打席は空振り三振。 4回の第2打席は死球。6回は西三塁のチャンスで迎えたが、サヒに倒れた。9回無視一塁の第4打席も空振り三振に終わった。村上は開幕から自己ワーストを更新する49打席ノーアーチで、ここまで打点もない。チームも3連敗となり、主砲の復調が待たれる。十一日の巨人戦後に高津監督は村上について、 彼が打てば点になるというのは間違いないと思います。でも、彼だけで点を取るわけでもないので、他で何とかしないといけない。今は、山田、鉄ともいないですし、海からの繋がりというのもなかなかうまくいってないですね、と話し、野手全員の奮起を促していた。